はい、どうも黒いリンゴの庄司です。今日はね、この超常現象写真館やってみます。まあ今日でさすがに終わらすかな。もうやっていくぜ。はい、お湯2回、これ何個まであったっけ。あ、もうちょいじゃん。これじゃない。あ、隙間から見てるわ、おっさん。怖っ。テレビの後ろから男性の霊がはっきりと覗き込んでいるのが伺える。テレビの画面内に強い念を抱いているようだ。お分かりいただけただろうか。はい、次。女子会。いやー、最高。女子会気持ちいい。この手みたいな。は？ん？ねこれ？え？おい、またかよ。これ手？ああ、ねこれ生、か、ね？え？左奥の女性の肩を抱き寄せるような手が映っている。左手前の女性は手を組んでいるため、あの位置には手を置けない。女に飢えた霊なのだろうが、後ろの後の祭りである。お分かりいただけただろうか。はい。魚のあら。おい。ちょ、これ、グロいけど大丈夫なのかな、動画的に。ファミレス。はい。おい、みんな食おうぜ。うますぎ。なにこれ、むむむむむむむ。え、どこ。は、うん、また見えないとこにあるのか、これ見にくいところに。うん、あ、これは、か、腕が切れてるわ。おい、ここ男性の脇の背後に人の口元が映っている。ああ、口元、え、腕かと思った。この場所に人が入り込むのは不可能なはず。お分かりいただけただろうか。ああ、そんなの映ってた。ナイアガラ。なんかこれ知ってるわ。なんかなんだっけ、覚えてない。ん？なんか俺、向こう側に一人ね。左端の人物よく見ると柵の向こう側にいる。さらによく見ると下半身がないようにも見える。うん。確かに。滝に落ちた霊が映り込んだのか、お分かりいただけただろうか。はい。旅館にて。ん？え、めっちゃ浮いてるやん。ね、これ。ふざけんの。え、浮いてね。は？え？ね、この黒いやん。は？広告めっちゃ来るな。ヒント。柱？あ、これ？目ん玉みたいに見えると。模様じゃないの？木の木目の。画面右側の木の柱に複数の目が映っている。木目にも見えるが、他の柱には木目がないため、それではない。いや、あるかもしれないじゃん。だが霊も自然に溶け込むのがうまいと思う。感心する。お分かりいただけただろうか。これ気のせいだよ。工事現場、また工事現場。何、どう？ヒント見ます。黒い鉄塔の、は、この真ん中のやつ見えないんだけど。あ、これか、人の影みたいな。おい、
この場所で昔首を吊った人間の魂が今もなおさまよい続けているようだ。お分かりいただけただろうか。はい、次。なにこれ、陸橋の階段。陸橋？陸橋？あ、これ？え？ヒント見ます。外側は？外側？え、これ？また見にくいんだよこの画面の。はい、手すりの外側から仰向けの状態の人物が顔を見せている。この階段一人で昇降してても誰か他の足音が聞こえるそうだ。お分かりいただけただろうか。怖いじゃん、めっちゃ。入学式。手の指？ああ。入学式に撮られた一枚、一見素敵な家族写真だが、女性じゃない、少女の挙げる右手、よく見ると指の本数がおかしい。お分かりいただけただろうか。怖。洞窟探検。探検。え？足殴ね。はい。子供たちは洞窟内の気温の低さから自分の腕を服の中にしまっている。しかし映るべきはずの左足までもが何かにしまわれてしまったのか、画面中央に映る少女の足、お分かりいただけただろうか。はい。いかにもな崖。ああ、いかにもやばいね。え？わかんねえ。ああ、これか、人の影か。はい。池の上には誰もいないはずが、人間が立っている影がはっきりと映っている。その昔この場所で自殺した人間の霊が今もなおさまよい続けているのだろう。お分かりいただけただろうか。はい。パイ投げ。うりゃー、くらえ、パイ。え、わかんない。これ見えねえんだよな。ヒント見るわ。手をよーく見て。ああ、そう。親指いないってことん？女性の手、親指の位置がおかしくなっている。もともと危険を持った人ではなく、これは単なる例のいたずらだそうだ。お分かりいただけただろうか。はい。次、カメラアプリで。ねえ、楽しい。おぉ、行くよ。ん？これ？これ？右から2番目の女性、顔のそばに人の顔が映り込んでいる。あそこまで密着して映り込むのは不可能であり、賑やかな場所に引き寄せられた例なのだろう。お分かりいただけただろうか。はい。夜の公園。ん？あ、すぐ終わったよ、これ。もう余裕よ、こんなの。もう。その昔、孫と一緒にこの公園へ頻繁に遊びに来ていたおばあさんの霊、孫を思う念がこの公園へと呼び寄せているのか、お分かりいただけただろうか。はい、もうちょい。キャンプの家やろ。ない。え？何これ？は？
ああ、もうこれか。こっち見てるよ。屋根の左端に女性の霊が見える。この場所ではよく映る霊で、楽しそうな雰囲気を羨ましがっているようだ。お分かりいただけただろうか。はい。カヤック。カヤック。ん？ねえ、これ？この、なんか棒突き立てるやつ。はい。カヤックの後ろに座る人物、首が消えてしまっている。霊が通った瞬間に撮影すると体が消えてしまうらしいが、そのせいなのか、お分かりいただけだろうか。あ、これ首長くなってるな。その後ろのやつがもう。まあいいや。公園の滑り台。ん？また影戸が？いや、違うな。見えねえ。わかんねえ。ヒント、ヒント。ヒント。ビルの影。あ、また影か。あ？ビルの影。どういうこと？いや、これ？影って。なになに？あー、これ？建物の影に今にも飛び降りそうな人の影が映っている。霊なのか、それとも本当に生身の人間の影なのか。誰も知る、何これ、知る術もない。お分かりいただけただろうか。うん。マジだったらやべえじゃん。はい。空飛ぶ階段。次でラストじゃん。ん？これ、ヒント見よう。ヒントヒント。電柱に。え？あ、これ？あ、人形じゃない。中央の、中央の、ね、電信柱に吊るされた女性がはっきりと映り込んでいるのがわかる。下に映る作業員の男性はその女性が見えているのか。お分かりいただけだろうか。はい、次、ラスト。ラスト、ラスト。ラストは、ゴリだらけの廊下。なんかも、なんか奥映ってね。あ？違うのか。これじゃない？え？違うの？それだった。これ？は？壁って何？どう？え？壁ってだわ。ね、壁。ね、これ？え、これ？なにこれ？壁の隅に叫んだ表情の男性の顔が見える。この建物で苦しい体験でもあったんだろうか。お分かりいただけただろうか。え？顔？これ顔なの？なんかミッキーマウスのあのデイジーみたいな人形の絵かな。はい、次。あ、次って言うか終わりでしょ。ああ、やっと終わりました。超難かった。余裕だと思ってたんだけどね。うん。疲れた。これで呪い解けたな。全部見つけたから。うん。まあみんな、心霊写真出たら、なんだっけ、お祓いしてもらってね。うん。まあよかったら、高評価、チャンネル登録、よろしく。じゃあ、Baby.